俺だって何回も取ろうとした、何回も何回も、でも無理だった。見えないんだよ俺の撮りたい映画。アキ兄が見たいだろうなっていう絵ばっか撮ってたんだからな。アキ兄なら、アキ兄なら、アキ兄ならって。違う、アキ兄の真似ばっかしといて。映画監督はハルキくんの夢だよ。映画を撮ってる時のハルキくんはすごく楽しそうでキラキラしてて、誰かの真似だけであんな風に撮れるわけない。これ遅くなったけど、これが私の恋の絵だよ。絵を描くことを夢にしようって思うことができたのもお兄さんのおかげ。お兄さんはハルキくんの夢も見つけてくれてたんだよ。アキ兄くん、だから映画やめるとか留学しないとかそんなこと言うな。回り続ける、描くことを夢にしようって思うことができたのもお兄さん。違う、アキ兄の真似ばっかしといて。映画監督はハルキくんの夢だよ。映画を撮ってる時のハルキくんは、俺だって何回も撮ろうとした、何回も何回も、でも無理だった。見えないんだよ俺の撮りたい映画。アキ兄が見たいだろうなっていう絵ばっか撮ってたんだからな。アキ兄なら、アキ兄なら、アキ兄ならって。すごく楽しそうでキラキラしてて、誰かの真似だけであんな風に撮れるわけない。これ遅くなったけど、これが私の恋の枝のおかげ。お兄さんはハルキくんの夢も見つけてくれてたんだよ。アキ兄くん、だから映画やめるとか留学しないとかそんなこと言うな。